本日向です。はい、今回は蒲郡に来ております。前回は千織さんと一緒に女子旅来たんですけど、今回はまた新たにゲストにお越しいただきました。こちらです。どーん、こんにちは、ゆりやさんです。木崎ゆりやです。今日は2人で Vlog 回していきたいと思います。はい、今日はボートレース蒲郡に行くんですけど、うん、その前にちょっとパワースポットにね。パワースポット、はい、こんな雨の中。そう、こんな雨でもやっぱちょっとパワー欲しいなと思ってボートレース行くのに。まあ確かにね、ボートレースする前に行くべきだよね、はい、行くべきですよね。で、2人でちょっと喋りながら行こうかなと思います。はい、喜んで。じゃあ行きましょう。レッツゴー。めっちゃ外カメで日向を映してくれてあ、でも外カメめっちゃいいよ。え、本当ですか、うん、かわいい。そう、ゆりやさんとは私が HKT を卒業して初舞台に出たんですけどね、うん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 、まあ、その初舞台で共演させていただいた先輩でございます。そうなんです。でも現役の時は、現役の時は全然会ったこともなかった。会ったこともなく、いや、そこで私はゆりやさんにちょっといろいろご指導いただいたりとか、はい、怒ったりとかしちゃったりね怒ったりとかしていただいたりしたりして。いや、でも懐かしいわ。なんか結構年が離れてるからさ。確かに私が今27で、ひなたが今年23になりますね。 23? でもやっぱなんか妹的な感じで可愛くて、ご飯とか連れてくと食べさせたくなっちゃう、うん、食べさせてくれますいっぱい。ボートレースボの字も知らないんですけど大丈夫ですかね。初ボートレースですか今日。え、初です。初、見たこともあんまないかも。この女子旅では、うん、結構ひなたがちょっと先生になって、うん、あ、ちょっと大丈夫です、断りでひなた先生とかちょっと怖いんだけど。じゃあひなた先生になってボートレースを好きになって帰ってもらおうっていう。なるほどね。あ、これだよ。あれ多分、うわ、すごい、なんか島ですね。え、なんか無人島。すごい、見てください見てください。じゃーん、すごい、一本道、この先に竹島があります。いいね、すごいですね、本当にずっと一本道。しかも白い橋がなんかおしゃれですね、うん、イエーイ。はい、いいですね。すごい、なんかグリコみたいなポーズしてる大阪出身イエーイ。あ、いいですよ。めっちゃすごい、本当に、うわ、遠そう。これでね、天気が良かったらめっちゃいいでしょうね。でもちょうど止みましたね、本当に雨もね。かわいい、イエーイ。おお、あ、すごい、持ってるみたい持ってるみたいになってる。すごい、本当に綺麗、ここね、めっちゃいいね。映えだ、映え。歩いていきますか。行っちゃいましょう。おお、すごい素敵。え、めっちゃいいと思う、蒲郡にボートレースしに来る人。確かに、絶対ここ来た方がいいな、みんな。めっちゃ素敵。お願い事をしていきたいと思います乾杯。何言おうかな。何お願いしよう念入りですね。終わった何お願い事したんですか。めっちゃシンプル。お、当ててみ。住所言いました、ちゃんと。でも長かったね。ガチで願いました。住所と名前 と,、うん、名前と。私はもうあのシンプルな願い事なんで住所とか言わなかったです。あ、雨止んでください。あ、現実的。あ、それいいですね。ボートレース始まる頃には止んでるんじゃないですかね。あ、それいいですね。私もそういう願いにしたらよかった。じゃあ住所まで行った日向は？私はいっぱい幸せが舞い降りてきた際っていう。ざっくりしてんな。え、ちょっと欲張りすぎたかなと思って、でもなんか思いつかなくて、これいっぱい幸せが。てっきりボートレースのことをあれしてんのかなと思ったけど、そうじゃなかった。いや、はい、それも込み込みで幸せが舞い降りてほしいなっていう。当たっても幸せじゃないですかでもその他でもちょっと幸せ欲しいなと思ったんで、ちょっと欲張っちゃいましたね。なるほどね、聞いてくれるといいね。はい、本当に。じゃあそろそろボートレース蒲郡に行きたいと思うんで、そこまでちょっともうワープしたいと思います。ワープなんかできるんですか。できちゃうんですよ。え、ちょっと千織さんとこの間やった時もちょっとできたんで、うん、怖い、ちょっと。今回もちょっとドゥーンってやったら、私がこうカメラを
変なところに向けるんで、画面から消えます、はいはいはい、それ全部前方説明していいの？で、ゆりやさんも一緒にドゥーンって言ってください。ちょっとドゥーン恥ずかしいんですけど。ボートレースガマゴリに、せーの、ドゥーン。あ、待って。見えちゃった、今めっちゃ。ちょっと待って、もう一回いいですか？じゃあ、ボートレースガマゴリに、ドゥーン。ドゥーン。ガマゴリ、ボートレースガマゴリに着きました。イエーイ。じゃあ入場していきたいと思います。ドゥーンできたから一瞬だったね。いや、本当に楽でした ね、ゆりやさん初ボートレース、ね、なんかもう聞こえてくる音が、はい、いつも聞く音じゃないんでワクワクしますね。いいですね。イメージよりめっちゃ綺麗かも。おお、めっちゃ綺麗。じゃーん、入場しました。ナイターレースなんで3時ぐらいからなんですよ。あ、そうなんだ。なんで先にちょっとご飯食べたいなと思って。いいですね、お腹すきました。はい、楽しみ。いいね、こんなんビールとか飲みながらね、やっちゃったら最高ですね。あ、最高だよ。あ、これかな。美味しそう。うなぎもありますよ、うなぎ。いや、確かにうなぎ名古屋、愛知はね、うなぎ美味しいです。あ、そっか。エビフライも美味しいですし、うわ、アジフライ。まあでもね、名古屋ですからね。名古屋ってか愛知県ですか、ね、え、名古屋といえばやっぱうなぎですか。まあ、うなぎもそうですけど、エビフリアじゃないですか。エビフリア、エビフリア、エビフリアって言いますもんね。え、有名。エビフリアって言うんですか。今、なんかそういう若者言葉やと思ってました。え、どういうこと。え、今エビフリアって私初めて聞いて。え、最近地球に来られた方。え、エビフライって言うんですか。エビフライじゃないんですか。そう、名古屋弁で。え、初めて聞きましたよ、本当に。じゃあもうエビフライ食べてもらっていいですか。エビフライします。フライです。私はユーリンチです。おお、じゃーん、ユーリンチ美味しそう。エビフリャユリアさん、イエイ。いただきます。初エビフリャ、初エビフリャ。あ、ちゃんとソースもタルタルもどっちもついてるんですね。確かに両方楽しめる。どうしよう、やっぱタルタルだな。タルタルかーい。はい、いきます。いただきます。どうぞ。うーん、おいしい。いいですね、いただいちゃいます。ユーリンチ、ユーリンチ。うん、うわ、お、さっくり。おいしい。おー、熱々ですね。おー、うんうん、出来たてですね、今出来たばっか、うん。ごちそうさまでした。ご飯食べてお腹いっぱい、お腹いっぱいになって、今から水面際に行ってちょっとレースを見ていきたいと思います。いいですね。ここから出れるの。ここから出れます。え、待って、じゃーん。うーん、てか晴れた。イエーイ、ここがボートレース場です。すごい、めっちゃ近くない。こんなに近くで見れるもんなの。そうなんですよ。大きい時計が見えると思うんですけど、あれ何、スタートラインがあのてっぺんをに過ぎた時がジェラフィオなんですけど、それを超えてもダメだし、早すぎてもだ、早すぎたらフライングになっちゃうんですよ。なるほどね。ジェラフィオなんで、あのタイミングをこう体感であの時計の感じを見ながらスタートするってい う選手が主に見てる時計ってことね。そうですね。へー、すごいね。これめっちゃ晴れてるから、やっぱ神社のお参り効いてるんじゃね。確かに、あれほんと効いてる。もう近っ。そう、めっちゃ近いんですよ。なんなら水飛んできそうなぐらい近い。本当に近い。あ、あれがオレンジが上になったら、すごいすごい。あれがオレンジが上のラインになったら、今スタートダッシュで、どこがスタートです。こっからスタート。はい。すごい。わー、迫力すごい。ガマゴーリはこの第一ターンマークからバックが広いんですよ。確かに、こんなに奥行きあるんだね。日本一広い。狭かった、回りにくいとかあるんですけど、ここはすごい広いんで。なるほど。こんなバックから見える、また違う角度から楽しめるっていう。こんな感じ。すごい、本当だ。この辺も見ることができるんですね。そうなんですよ。ターンするときにあんまりボートがバタバタしてないかとか、あ、浮いてないかとか、さっきちょっと見てたら確かにすっごい宙に浮いてる方とかいて、そう、それはちょっとなんかあんまり調子よくないのかなとかって見たり、そういうので予想立ててくのね。そうです。面白いね。なんかこの人綺麗に回れてるなとか、
一瞬の大スターマークで大体決着がつくんですよ、インが逃げるのが。なんでここから見るのが結構特等席って言われてます。そうなんだ。はい、助走で、あれが一番上の針に行ったらスタート。へえ、すごい、ぶつかったりとかしちゃって。わあ、すごい、ほんと晴れた。ユリアさんすごいですね。晴れ女、晴れ女、すごい。晴れ女プラス神社、すごい。これは次のレース、これ2レースのレース、2レースの予想しますよ、ひなたたち。これちょっとわかんないよ。いやー、なんか戦隊ものみたいでかっこいいね。確かに、みんなヘルメットかぶって、だいたい展示で見て決める人もいて、目展示って言うんですけど、自分の目で見ていいと思ったところを買うみたいな。なるほどね、推しを作るみたいな。そうですね、あんまり水しぶきこの人立ってないなとか。確かに人によって全然違うね。全然違います、揺れ方とかが。ピンと来た人が2人いるんです。おお、そういうので買うのもあります。ありです。じゃあちょっと部屋戻って予想していきましょうか。はい、1番と2番と4番の人が A 級の選手。うんうん、私黒の人がいいなって思いました。おー、2の人、うんうん、モーターもめっちゃいいです、この人は。じゃあもうめっちゃ良さそうだね。モーターも一番いい、自分抜けていい。この中で今一番タイムいいのはやっぱ2号艇の選手ですよね。 6.71、 私の推し、推し1着なんだと思います、逆にユリアさん今のとこ。え、今私3つ選ぶなら、上から、はい、2 2 2 1 1 3 3。今213のオッズ 37.4 倍なんで、100円でかけたら3700円になります。じゃあ当たる確率低いってことですか、結構。あ、でも全然あると思います。でも213だったらボックスにして6通り買うとか。もし231が来た場合2万周なんで100円が2万円になります。へえ、じゃあ私ボックス買いにしてみようかな。そう、それがいいと思います、初めは。うん、うん、結構ボックスが初めは予想しやすいし、当たっても分かりやすいし、そうって思いますね、割と。で今一番人気のオッズが125なんですけど、今 5.9 倍なんですよ。すごい、5の人がすごい良かったのかな、見て。ボックスはこのこっちのシートで書くんですけど、形式は3連単なんで3連単に塗りつぶしてください。うーん、なるほど。でボックスなんでこれ123塗りつぶしてください。123、簡単ですね。これで買います、ボックスは。ありがとうございます。はい、じゃあひなたも、え、どうしよう、ひなたちょっと教えることに専念しすぎて先生作業に先生やばい、専念しすぎて。3連単、山氷、1、2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 、
に行って発行。じゃーん、買いました。ゆりやさんは123のボックス、ひなたは1221の1全です。うん、イエーイ。あ、もう始まりますよ。やだ、緊張するんだけど。初めてかけるのってこんな緊張すんの？いや、緊張しますよね。うわー、楽しみ楽しみ。始まりますせい。スタートまで10秒切った。うわー、そばインコースから1番、2番、3番、ダッシュが4番、5番、頑張れ。来た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 。競争の何レース？あ、3がへこんでますよ。5も来てる。あれ、さっきからさ、あ、ダメだな、これ。ひなたダメだな。5番さん、めっちゃ押してたやつ、ね、押してたやつ、みんなが。やっぱ5番の人すごいんだね。あー、ダメだな。ダメ？ダメです。もうこの段階でダメってわかるよ。だって4が 2着に埋めるけど、ひなた買ってないですもん、4、2着145かな。決着つきました。ハズレですね。ハズレでございます。むず、2人ともハズレ、悔しい。だって2の人が一番モーター良かったのに怖いっていうのが。やっぱ私の目は良くないんだな。そんなことないです。でも100円からかけてもこんなに楽しめるのってすごい、ね、そうなんですよ。100円から楽しめるボートレース、うん、
この後なんですけど、うん、ちょっとあの予想のプロがいるんで、プロとかに聞いていいんですか。その人にちょっと会いに行きたいなと。え、ここにいらっしゃるって。います。え、行きたい。会いに行っちゃいたいなと。話聞きたい。会いに行っちゃいたいなと思います。はい、行きましょう。レッツゴー。予想を交わしていただきたいと思います。あ、いいですよ。ありがとうね。1、2、4だったら持ってる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 1、2、4だったら持ってる1、2、4だったら持ってる